小倉優子さんが白百合女子大学に合格いたしました。学習院女子津田塾白百合学習院整形早稲田。はい、どうですか、これ実際小倉さんがやったそうです。なんか今後は英検もやるみたいなね、話出てましたよね。どうだと思いました。無鉄チャンネルです。さあ、小倉優子さんが白百合女子大学に合格いたしました。おめでとうございます。はい、小倉優子さんね、受験してたんです。まあ、早稲田はね、ダメだったんですけど、早稲田大学教育学。まあ、今年ね、英語難しかったからね、戦えなかったでしょうね、おそらく。すごい頑張って、で、英語は得意になったって言ってたんですけど、いや、めっちゃむずいからね、あの英語。そう簡単に戦えるものではなかったと思うんですが、まあ、月曜の買わず大会を知るでしたっけ ?100%アピールちゃんっていうね番組だったんですけど、その時は収録にね僕行ったこともあるんで、はい、いろいろ話してて、そう、早稲田だけの受験じゃなくて他の大学を受けるっていうのは聞いてたんですよ、もうすでに。で、どこかはまだ決めてないけど、そう、どこか別の大学も一応受ける予定ですっていう話はしてたんですね。まあ当然裏話になっちゃうんで、あの一切動画等では触れてこなかったですけど、なんで聞いてはいたんですよ。どこを受けるかはまだ決まってないっていう話だったんで、で、まあ多分女子大は受けるだろうなと思ってたんですよ。で、うちのチャンネルのルイちゃんが受験するっていうので、まあ早稲田目指すって感じでやったんですけど、いや無理でしょうっていうので、小倉優子さんと同じのなんか受けられたらいいなって思ってて、まあ多分女子大は受けるだろうなと思って、で女子大を2つ選んだんですけど、まあただやっぱね、ルイちゃんの場合は2教科だったんで英国しかなかったんで、ああまあ多分同じ学科に当たんないだろうなと思ったんですけど、あ、白百合だったか。学習院女子津田塾白百合学習院整形早稲田できてて、やっぱりね、学習院女子津田塾白百合って3つ女子大受けてますもんね。まあまあ普通に考えて、その受験をさせるアドバイスをする側としたら、まあ受けさせるんですよ絶対。で、共通テストの結果も出てましたね。まあ自己採点ですけど、日本史が100点中31点で、英語が200点中89点で、国語が200点中97点ということで、まあそうですね、共通テスト利用をしてたので、津田塾でしたよね。津田塾の共通テスト利用は厳しいですね。やっぱ7割ぐらい取れなきゃいけないし、まあもちろん昔と比べたら津田塾って当然、あの、ランクはだいぶ下がってはいるんですけど、それでも津田塾ですから、なかなか難しいですよね、合格は。ただね、学習院女子は補欠合格したということでね、良かったと思います。国際文化交流学部日本文化学科。だったんですね、偏差値57、多分ベネッセので見てると思いますね、偏差値に関しては。他ので見るとだいぶ違うと思いますね。津田塾は学芸学部で偏差値63ってなってましたもんね。で、白百合が人間総合学部児童文化学科、偏差値52。他ので見ると多分パスナビとかで見ると43ぐらいだと思うんですね、偏差値。だいぶ違うじゃんってなるんですけど。まあ、白百合は良かったですね、もうね、合格。本当におめでとうございます。あ、白百合のね、問題出てますね。Recently, a researcher found out that Tutankhamun なんとかっていうので、はい、どうですか、これ実際、小倉さんがやったそうです。間違える人はいると思いますけどね。find out that ね、なんとかだっていうふうに分かったって言って、はい、murder 殺すだから、はい、それの受動体。になってんのを選ばなきゃいけないので、C か D で、時制は found 過去だから、答えは D ですね。was murdered っていうのが正解です。だから had に引っかかっちゃダメですね。 found out より前の時間だって言ってね、 B を選んでしまってはいけません。より前のやつでも過去形で言うことはしょっちゅうあります。はい、一応英語系のチャンネルで言いましたけど。で、小倉さんが使ったね、参考書がこうやってね、ダンと一部って言って映ってましたけど、へーって思って、まあ、看板早覚え速読法、その番組の中でもね、映ってたんでね、TVer で見れますので、見てもらえればいいんですけど、リープ、そう、単語帳、ターゲットもやってたしさ、リープもやったんだって思って。で、入門英文解釈映ってるよね。ファイナル時事もあったね、関先生の。あ、ゴロゴあるじゃない。ゴロゴの古文、単語。日本史が多いよね、時代と流れ一問一答とか。これだけ日本史一番苦手だったっつってたから、わかるんですよ。僕もやっぱ苦手なものの参考書が増えちゃうっていうのね。だから受験生時代は世界史の参考書が一番多かったし、で、あと通訳案内士の試験受けた時にやっぱ日本史の参考書が圧倒的に多くなったからね。その気持ちよくわかります。はい、だ、あとは学習院整形早稲田でしょ。もう超絶難しいわけですよ。相当な戦いだよ、学習院文学部でしょ。もう字マーチですから、相当できなきゃいけない。整形の英語英米文学科でしょ。いやー、むずいよ。相当大変だっていうのは分かってたんで、学習院女子で補欠
ってことは相当難しいですね、学習院に合格するっていうのは。なんかまあ出来は良かったってね、番組内では言ってたんですけど、一番できたみたいな感じだったんですけど、まあ超高得点勝負になっちゃうんですよ、学習院だって G マーチと呼ばれるとこだから、 G マーチには届きたいっていうのがすごくある。人気なんですよ、学習院って。すごくいわゆるオープンキャンパスとかで行って評判聞くときにどこが一番良かったかって言って、結構学習院って答える人すごく多い、特に女の子ですね、多くて人気が高いんですよ。で G マーチという括りの中だとやっぱ基礎問題が一番多い、まあ、幅広くいろんな出題形式を出して基礎がちゃんとできてれば点が取れるように作られているので、高得点勝負になっちゃうっていうのがあるので、だからまあ難しいよね。他のマーチと比べると優しい問題が多い。で、まあ、整形も同じように関東の次第っていうのはすごく人気が高いので、まあ、整形正常とかね、名学とかあの辺のもうかなりの高得点勝負になっちゃってるっていう現状があるので、そりゃそう簡単にはいけないよね。まあ、本当ね、でも白百合受かってよかったなって思いますね。まあ、結果としてもちろん、うん、まあ、こういう風になるだろうなという感じではあるんですけど、いやでもね、とにかくね、勉強時間がなかったって言ってたんで、勉強する時間がなくて本当にしんどかったって。だから子供たちは受験なめんなみたいに、ね、思うんですけど、受験なんだかこうがああだって言うとは思うんですけど、とにかく朝とその夜の時間あと移動時間とかしか勉強できないって言ってたんで、その勉強時間をどうやって確保したらいいのか、それが本当に辛いって言ってて、あとまあ参考書見たら欲しくなっちゃうとかっていう話もしてたし、とにかく子供を寝かしつけた後に夜はもうやる、で朝も自分で早く起きてやる、その後でお弁当作ったりなんだりして学校保育園に送って、でその後でやっと自分の時間があって、で仕事があったら仕事行って、で今度お迎え行って、でちゃんと子供たちへの時間を取るって言ってたって。そりゃ大変だと思いますよ。いやほんと411日間お疲れ様でした。なんか今後は英検もやるみたいなね話出てましたよね。ちょっと英検だったら、私英検の本書いてるんですけど、話は来ないかな。お待ちしておりますよ。はい、もう全然いつでもお役に立てるのだったらいつでも言ってください。周りをね囲んでた皆様ね、はい、サポートしてた、あ、そっか、江頃先生いるからないか、そんな話は。もうサポートしてたね方々いらっしゃいましたから、はい、その方々もねお疲れ様でした。まあハマイもねやってましたけど、お疲れ様でございました。まあ、本当に社会人がね受験するって非常に大変なことなので、まあだから学生の皆さんはね、本当に勉強できる時間があるだけでもすごいことだと思います。だからやっぱ来るわけじゃないですか、僕に東大受験しろ東大受験しろってメッセージすごい来ますよね。いやいやいや、仕事しながらやってごらんなさいっていうね、できんよそんな時間ないよ、そう簡単にはできるもんじゃないからね。学業に専念できるってことがいかにありがたいことかっていうねことです。あと東大の大学院行ってるのにわざわざ学部に入る意味も見出せないので、まあ皆さんからするとその受験が全てかもしれないけど、いやいや、学業を学ぶことからすると大学院行ったので学部入る意味はちょっとわかんないですね。その場合だったらなんか別のこと、まあ僕は言語学英語学でしたけど、そうじゃない何か別のことを学びたいっていうのが浮かんだら行くかもしれません。それだったらまだ MBAとかビジネスの勉強したいとかそういう風なんで、まあ、海外のどっかでやるっていうのだと思いますからね。はい、ということでした。ぜひともコメント欄でご意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。